そのためには、を超えなければ続けて、サスケ。疲労はあるが調子はいい、そう語った多田達也。バーティカルリミット、よし、ね、ここ勝負だから。バーティカルリミット、よし、よし、OK。森本裕介はファーストステージでリタイアをした。2年前のあの日と全く同じ展開。盟友の分も、そして何より自分自身のため、バーティカルリミット、多田達也、ここをしっかり掴んで、30センチの段差、まだ表情は落ち着いている。段差は60センチ、ここを越えろ、もう少しだ、多田達也。悔しいな、悔しいな。1年クリフハンガーで落ちたの悔しくて、で、ずっと昔からやってきたサスケくんが前回完全制覇して、それに刺激受けて、今度は自分がっていう気持ちでやってきたんで、厳しかったです。完璧な最終競技じゃん。大丈夫、うん、ほんまにありがとう。すごい、いや本当に勝負よかった。いやこんなにやったんだ。ありがとう、本当にかっこよかった。ありがとう、ありがとう、よくやって、ありがとうございます。サードステージはあと2つのエリア、続いてバーティカルリミット。突起は1センチしかありません。直線道、ここを3本渡っていきます。1本目から2本目は間隔が30センチ、2本目から3本目は60センチ。凡人であれば捕まることさえできないバーティカルリミット、これを3本分渡っていきます。でも絶対油断すんなよ、絶対油断すんなよ、お前いつもなんかやるからな。前回はファーストステージ、セカンドステージ全出場者最速でクリア、ただサードステージでやられた。今回は正確性、大丈夫や。ファイナルへ完全制覇を目指す山本義行のバーティカルリミット、30センチの間隔も表情は変わらない、そして60センチ片手でも大丈夫だ。バーティカルリミット、ここも山本手で越えていった。見事にバーティカルリミットもクリアした。油断すんな、よっしゃ、闇夜に山田一人ぼっちから20年が経った。逆三角形の勇姿を継ぐ者、山本義行、完全制覇への夢を引き継ぐか。呪縛を閉じ解き放った、黒虎が。山本が
供に新しいファイナルを、山形の子供たちに夢を、去年落ちたバーティカルリミット、全ての力を使っていく。2本目の移動、60センチの間隔、3本目いけ。去年はここで屈したが、今年は絶対に離さない、絶対に離してなるものか。ただ立つよ、離さない。これがサスケの歴史。嫌な距離、フルト滑る、いけー、ただ立つよ、しがみついた。ただ立つよ、2度目のファイナリスト。むしろここからは山本の得意エリアに入っていくというクリフトバーティカルリミット。60だけ確実にね。OK。すべてのアドバイスに返事をする山本慶太郎。この先どんな結末が待っているか。同世代の森本裕介の完全制覇にも影響を受けた。クライミングが得意な山本慶太郎。息を大きくしながら、体、足でバランスを取りながら、その腕は強靭だ。バーティカルリミットが簡単に見えてくる。クリア、簡単に見えてくる。クリア、どうした、すごい。サスケ史上最強の塾講師、栄光ゼミナールの講師、山本端まで来た。着地を決められるか、いけるか、約束の場所。もう一度立て直す、引っ張って引っ張って、もう一度。ただはここで粘った、そしてたどり着いた。体を振るとその都度滑る。ここを越えていけ、ここを越えていけ。山本、悔いはないというか、今まで一緒にいたのは間違いなく楽しかったと思うから、次はまた一緒に。笑いを取る余裕がある。3年前のサードステージはパイプスライダーまで、そして4年前のサードステージはバーティカルリミットで沼地に落ちてしまいました。バーティカルリミット、44歳になった靴の春田の営業マン、2度の完全制覇者。苦しみ、しかし2本目耐えている、それは根性。3本目への移動、いけなかった。それでも仲間たちと共に楽しんだ。漆原さんを突き動かすサスケートを動かす、その原動力は一体何なんでしょうか。サスケは夢があります。そして仲間と一緒にトレーニングして、一緒にご飯食べて遊んで、これが僕のサスケです。こうやってサードステージに来るのは僕のおまけで、本当はこうやって仲間と一緒にサスケやるのが好きなんです。だから僕はここに来てます。そして今では僕、家族ができて、その家族にやっぱりいいところを見せたいなという思いで毎日会社でトレーニングしてます。すでに森本裕介の前に2人がファイナルステージ進出を決めています。共に練習を積む2人、黒虎の山本、そして森本世代の多田達也。最高レベルの40回記念大会、
3人目のファイナリストは生まれるか。自信持って、この後はバーティカルリミット、緑山10秒、全員が森本裕介に視線を送る。バーティカルリミットが始まった。お手本のバーティカルリミットだ。間隔は30センチ、落ち着いていく。そして60センチも絶対に離さない森本裕介、今回も表情を変えない。3度目の完全制覇へまっしぐら。ナイスナイスナイス、よーし、かっこいいぞ。笑顔を見せた。夢を叶えるもの、夢が散ったもの、天と地の境界線。誰よりも家族を思う、仲間を思う、誰よりもサスケに愛情を注ぐ、延べ4000人分の情熱の集大成。サスケくんも KO 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 KO、 ファイナルにたどり着いた。それでは、この新型のバーティカルリミット、名前はバーティカルリミット、はい、バーストって言います。バースト、かっこいい。バーストいい。バースト、かっこいい名前だけど、すごいぞ、見た目も。皆さんにバーストしていただきたいです。バースト。むしろバーストできればいいけど、そこまで。どこまで掴んでいいか分かんないでしょ。どうね、いろんな角度にあるけど、何これ。いやー、ちょっとやりすぎやで、これ60、あそこ、ここなら60センチ。これはすごいな。自信は結構いい勝負になると思います。いけるかいけないかの今回は新エリアがあります。悪ふざけしすぎですよ。来た来た来た、ナイスナイスナイス。そしてやってきました、このクリフの後迎える人類初のバーティカルリミットバースト新エリアです。あのバーティカルリミットが進化を遂げました。ここを越えるとパイプスライダーが待っている。初出場、初ファイナルとなるのか。15秒。これいったらヒーローやね、本当に。応募し続けてサスケ、これで10年、たゆまぬ努力で掴んだ初めての切符で、人類初のバーティカルリミットバーストは、そして自重で回転する、回転超えた黄色、そしてレッドゾーンに入ってきた。ここは縦、そして段差38センチ、そしてレッドゾーン2本目、そしてイエロー部分、ここも回転するぞ。さらに自重で回転、最後に回転あるのだいぶ意地悪ですよね。難しいなこれ。右手が回転する、こちらは非常に不安定となっています。右手を移した時に左手が回転して外れてしまっている。滑り落ちたような形になってしまいました。もうバーティカルリミットは本当に日本中の誰にも負けない自信はあった、まあ、初出場ですけど、あの他の有名な方々にも負けない自信はあったので、で、まあ、いけるかなと思ったんですけど、まあ、最後ちょっと力尽きたかなっていう感じですね。お疲れ様。お疲れ様。すごい。いや、勝てないね。これじゃあ。
いやいやいや、負けたね。すごいよ、ほんと。さすがとしか言わない。こんな銀行マンいる？獣。もう皆さん、もう超えてください。とんでもないです。よかった。なんとなく、あれでも、力があればいけるんで、ロックできたら。平野くんみたいにパッといってもありですけど、力が本当に余裕があれば、あれでも全然耐えれるので、極力、まあ、コツはなるべく肘曲げた状態、絶対伸びちゃうので、それなりの角度、あんまり90度以上角度してない状態だったら、そこから伸びちゃうんですよ。なんで反動で落ちるんですけど、90度以上ロックしていこうと思ったら、伸びてもここで耐えれるので。なるほど。文字通り上腕の限界、バースト寸前、バーストしたものはリタイア。楽しんで、このためにやってきた。力抜いてな。はい、こうしたら一番得意で好きなのがバーティカルリミットだ。バースト初挑戦だ。自重で回転したが問題なし、レッドゾーンを超えていくぞ。食らいつけ、山本圭太郎、人類で初めてのクリアを見せてくれ。回転する、スライが回転するが耐えた。本当に妻のサラにファイナル進出っていうプレゼントをねあげたかったんですけど、でもまたいつか、いやもういつかじゃないですね、もうまた来年妻と一緒にまたトレーニング頑張って、そして今度こそあそこに立てるようにまた一歩先へ進めるように頑張りたいと思います。いや、よく頑張ったね。いやでもごめんね、ちょっと誕生日。十分、これはそうやった。こんな汚い格好で妻の誕生日祝う人なかなかいないですよ。バーティカルリミットバーストへの挑戦、余裕を残してクリアができるくらい保持力が強くなっているとも話します。手落ちだよ。手落ちだ。あ、もう1個目この子言った時に、普通それ落ちるって。15秒。共に進化を遂げた多田竜也とバーティカルリミットの一騎打ちだ。喜びも悔しさも、頑張れ。うわ、言った通り、そうなんだ、左でいなくなった。喜びも悔しさも、一瞬の幕切れ、バーストの脅威だ。あんだけ死ぬほど耐久性増やしてきたのに、そうテクニカルな部分でちょっとやられちゃった。また来いよみたいな、こうちょっと手も足も出ないね。そうだね。いや残ってたのよ、威力は、うん。まあ、でもまあ、まあ今までね、引き出しをね、いろいろ作ってきたけど、それでも対応できなかったっていうことよ。ね、これだけ引き出し増やしてきたのにね。ちょっとね、対策し直さないとな。まあ一からまた頑張りましょう。倒してね、これマジだ。そしてやってきたバーティカルリミットバーストです。現役の最強プレイヤー森本裕介と難敵バースト、
初めての対決です。ファイナルステージが目的ではありません。ファイナルステージの頂上、そして完全制覇3回目、その目的を達するために今回はファイナル5割、サード3割、ファースト2割のバランス良い練習を行ってきた。バーティカルリミットバースト初対決、揺れる耐える森本裕介。ここは垂直、ここは固定されている。そして危険なイエローゾーンに入っていく。揺れを耐えて森本掴みました。落ち着いて佐藤、耐えろ、マジマジか佐藤、一番今までの歴史ですごい映像を見たと思う。何これ、こんなに悔しさをあらわにしている森本さん、久しぶりに見ました。いや、いけると思ったんですけどね、ちょっと今回は完敗ですね。新エリアのバーティカルリミットバースト、とんでもない難しさでした。完敗というのは、水に落とされたらもう完敗なんで何も言い訳はできないです、はい、間もなく2024年を迎えます、はい、森本さん、どんな1年にしましょうか。そうですね、前人未到の完全制覇 V3、 これを必ず成し遂げるというその一点のみを、来年も見据えたいと思います。楽しみにしています。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。森本裕介さんでした。森本でもなんか嬉しそう。バーチで初めてやられて悔しいだろうな。燃えてるだろう、ね、燃えてるね。いや、かっこよかったもん、さすが。いやー、マジで。いや、かっこよかったですよ。初めて見てよ、濡れてるから。なんかね、懐かしい感じ、ね、あまり見ないね、本当に。もうどうだったよ。なんか久しぶりになんか強敵に真正面から倒されて、なんかね、ちょっとすがすがしい。満足です。申し訳ないけど、本当に楽しくてありがとうございましたっていう感じです。はい、ね、毎回ファイナル行ってもね。そうですね、そんなに甘くないですよね。甘くないよ、ガセねえよっていうのがね。開けさせてくんだよ。U-NEXT パラビコーナーでは出場選手100人のノーカット完全版が見られます。新作動画続々公開中、チャンネル登録よろしく。